どうも、99回、元田です。お、シャシャ、アシュラ。しばらくオバマ。ずっとトランプだろ、お前。というわけでですね、今回、元田ビデオ、都市伝説シリーズでございます。うんちゃ。というわけでですね、今回も非常に都市伝説に詳しい、この方、ミスター関を呼んでおります。あー、また来ちゃったけど、いいのこれ。どうも、毎回言いますね、あんたね。大先生。あ、ミスター関、明日からオバマだ。誰だ、お前もオバマになっちゃうんだよ。今回の都市伝説は、もし、何らかの影響で人類が突然地球から姿を消したら、人類が消えた後の地球が、かなり絶望的なシナリオをたどるな。というわけでですね、今回はその人類滅亡このシナリオについて触れていきたいと思います。まず人間がいなくなると数時間以内に発電所の燃料が底をつきて地球全体が真っ暗になると言われてるんだ。めちゃくちゃ早いでしょ。早漏ってことだ。クソ性的な言い方しやがってお前。だから全部の発電所の運転が一気に停止するんだよ。でその影響から信号も止まるし、もう街の街灯も全部消えると。で人類が消えて数日後、まず地下鉄が完全に水没するんだって。これなんでかっていうと、地下水を排出するシステムが完全に機能を停止するから水がどんどん溜まっていくと。それも電気で動いてるわけだ。そうなんですよ、関さん。で人類が飼ってた家畜ペットが空腹のため餌を求めて小屋から一気に飛び出ると。で自力で餌を探し始めるらしいの。で人類が消えて10日後、これペットや家畜が餓死するって言われてる。つまり人間がいなくなって10日後には飼われてた動物がほとんど死滅して、生き残った動物は本当に強靭な犬のみになると。ドーベルマンとかシェパードとか、あそこら辺のムッキムキのやつは生き残るらしい。で人類が消えて1年後、今まで地球の周りを回ってた人工衛星たちが全部落下してくると。なんでバカ小学生みたいになってたお前。急に人工衛星が落ちてくるから大量の流れ星が見えるようになってくると。めちゃくちゃ願い事叶いそうだね。もう人間いねえんだよ。で次が人類が消えて25年後。我々何歳だ。80ぐらいじゃない。それお前だけだろ。人類が消えて25年後、ほとんどの都市で道路建物が植物に覆われると。あの今立ってる高層ビルとかが草で絡まりまくるってことでしょ。これおしゃれだね。モダンだなとか言う。スカイツリーとかただのツリーになっちゃうわけでしょ。でこれもっと面白いのが、ドバイとかラスベガスみたいに周りに砂しかない都市は砂に埋もれるんだって。完全に砂漠と化すらしいよ。だからもう少しずつだけど25年ぐらい経つと人類が生きてた痕跡ってのがだんだんなくなってくると。でさらに人類が消えて100年後、ほとんどの木造建築物が朽ち果てると。枯れちゃうのか。枯れちゃうってもう枯れてんだよさ。やだろお前、木の上から花入ったら。で残るのは建物の基礎と車とかに使われてるスチール、これはまだ残ってる。で人類が消えて300年後、ビルとか橋とか建築物の金属が腐食して倒壊し始めると。で人間が作り出した都会ってものは完全になくなってくるらしい。で人間によって本来の生息地から連れてこられた動物たちがその土地で新たな生態系を築いていくらしいのよ。生態ピラミッドか。そうそうそう、お前は最下層だね。1位かと思ってた。時は一気に流れて、人類が滅亡してから5000万年後、こうなってんだろうねこれね。人類蘇ってる。滅亡後の話してんだよ。人類が滅亡してから5000万年後、人類が生きてた痕跡はほぼ消滅するのね。ただその代わりに別の生物がもう地球上を支配してるの。その生物ってのが相当奇妙な形をしてて、例えばリスって生きてるでしょ。あのリスがものすごい進化を遂げてると。でそのリスの名前がチリットって名前に変わるのね。まず誰が変えるの。まあこれ一見普通のリスに見えるんだけども、よく見ると単純に胴体が異常なほど長いの。リスって木にもたまに登るんだけど、基本的に穴の中で住んでるの。ただこの時代のリスってのはもう周りに木が生い茂ってるから木の上で生活するようになるのね。だからあの木の上でも自分の体の可動域を増やすために胴体をあえて長くしてると。あんま動きたくないってことね。そうだから体だけこうウニョウニョして伸ばす。生意気。あと我々人類の海の天敵でもあるサメっていうでしょ。あのサメがついに陸上に進出するのよ。それが砂漠を這いずり回るデザートシャークってのになると。もう完全に見た目を変えてるのよほら。でこれ日中は砂の中に潜って生活してて、で主にめちゃくちゃ気温の高い地域に住んでて、小さい赤ちゃんがいるんだけど全く可愛くないのよ。人参みたいな。キャロットじゃねえわ。